何が出るか分からない謎感とは森山区のですね北山駅の北側なんですけれども、えー、住宅地になってますね、ちょっとあれですかね、<laughs> ちょっと見つけちゃいました、普通のジュースとかが売ってる自動販売機のほら、隣に、カラフルなんかあの可愛らしい女の子の顔があって。 謎感ああ安いちょっと商品はまだわからないんですけどとりあえずこれ見て思いました安い八十円お釣りが来る百円で何が出るんでしょう謎感と書かれたこちらの自動販売機値段は八十円なんですが肝心な商品がわかります気になる値 <laughs>、ね、値段がまず謎だよね <laughs> お多分ドリンクなんですねね 定番から激レアまで100種類以上のドリンクから何が出るかな <laughs> 面白いちょっと待ってくださいよ当たり外れがある文字通り何のドリンクが出てくるかわからない自動販売機のようですまずは一本買ってみましょうじゃあちょっと真ん中あたりいきますねこいつで決めます、はい、よし出た どんなものが出る？ヨーグルンソーダ。え？<laughs> 初めて見ました僕。激レア、激レアです。え？激レアと勝手に認定しましたが、皆さんも初めて見るドリンク。初めて初めてじゃないですか？ね、全部ヨーグルンソーダってことはないですよね。<laughs> まさか。ああ、勝手にますまだまだ。お、次は。お、ミツヤサイダー。 定番。出ました。ロング缶ですよ。ロング缶。はい。二回目は五百ミリリットルの三つ野菜だ。お、すごい。当たりだ。つまり。ドクターペッパー。好きな人が大好き。すごい面白いですね。ビタミン全開。なんだろう。これごまり見たことないな。カナダドライジンジャーエール。すごい。定番。毎回。お二人に。何が来るかわからない。あ、ただ一つ気づきました。

何が出るか分かんない。<laughs> <laughs> この自販機は買ったりはしないですか？こっちでは。そっちはあんまり使わないですね。おお、いやななんでですか？こっちは。こっちの近いから <laughs>。なるほど。近さの方がなるほど。意外にあまりこうね、こう存在感はあるんですけど、距離には、ま、負けてしまう感じですね。まあ何が出るか分かんないっていうのがね。 この自動販売機を設置した会社に作った理由を聞いてみたところ、うんうん、面白そうだからという答えが、ま、遊び心から生まれたものでした、うん、ちなみに1本目に私が出したヨーグルンソーダよりも珍しいレアな商品も存在し最も確率が低いのは海外のドリンクでした。<ー>田んんんぼのの真ん中に高高級級自販機高級なんだ さあどんどん行きましょう。続いては愛知県豊田市。お、あれかな。ちょっともう見えちゃいました。ええー。目立ってね。なんかすごくカラフルな感じの自動販売機の方あまた洋風ンそうだじゃない。ね、田園地帯に現れたのは白とピンクの可愛い自販機。お。何？これなんだ。ん なんかあの遠くから見たら一国かなとかって思ってたんですけど、このピンクの正体はお肉なんですね。焼肉用のね赤身。百七十グラム千八百円。肉ソースもありますね。牛肉の自動販売機ですね。え？でもなんでこんなところに牛肉の自動販売機が？そうですよ。これよく見ると建物があれですね。 直売所って書いてますね。すいません。あ、ありますねお肉。お肉屋さん、鮮肉店。なんでまたあの自動販売機でお肉を売ろうと。週一回の営業日なので一、はい、日だけなので、まあ毎日買ってもらいたいなと思いで自動販売機を。なるほど。建物のすぐ裏には<ー>はい牛がいます。牧場です。 牧場主というこちらの男性、トヨタのブランド牛、豊か牛を飼育する傍ら、直売もしていましたが、忙しくてなかなか販売にまで手が回らず、オープンは週に1度だけ。なるほどということで、もっと買える機会が欲しいというお客さんの声もあり、去年6月に自動販売機を設置したのだと言います、まあ、営業効率っていうやつですよねちなみにおすすめは。 赤身が美味しいんで。<っ>ステーキがおすすめですね。あー、早いな。自販機で、ね。ね、二千。二百円。<laughs> なかなか一度にない経験ですよね。<laughs> 買いますね。ステーキ。<laughs> よし。あ、お、あ、すっごい冷たい冷。冷えてますね。しっかり。おお。<laughs> ステーキがステーキがステーキですよあもうこの肉の質感がもう美味しそうでたまらないですね <laughs>、はい、赤身がしっかりしてるんではあ自動郎暴きで買えちゃいましたステーキが <laughs> すごいその後私自宅で焼いていただきましたご覧ください赤身と油とのちょうどいいバランス美味しそうだ 最高ねえ。うん。いや<ー>。本格的なステージです。本当に美味しい。忙しい方には役立つんだ。はい。ご主人によりますと、まあコロナ禍ということもあって、非接触のこのスタイル評判は上々とのことです。ちなみにコロナ禍で誕生といえば他にもこんな自販機が。こちらは愛知県豊橋市に去年登場したラーメンの自販機。うん カップラーメンではなく全国にある有名ラーメン店の味が楽しめます。全国の味って嬉しいですね生麺やチャーシューなどの具材が冷凍されていて自動販売機とは思えない本格的な味わいが自慢なんです、うん、家に帰って自分で作るってやつですす、ね、そうです一方、こちらは愛知県大原町にある和菓子店が作ったそう、和菓子の自販機。 コロナ禍で店頭販売が減ったため、設置したところ、普段は買わない若い人たちも興味を示してくれ、お店の PR にもなったのだと言います。確かに、自販機なら手軽に買えます。いいと思います。続いては、全長42メートルの日本で2台の自販機とは。んですか。えー、全長42メートル。やってきたのは、名古屋市中村区。あ、ちょっとなんかカラフルな。あ、<laughs> じゃ

プチプチのガチャガチャ？100円5枚と書いてるんで、ガチャガチャみたいな形で出して、あそうか、そういう感じ。回します。あ、出てきた。開けると紙ですね。なんかおみくじみたいな。<laughs> ああ、書いてます。あ、書いてあるんだこれ鍵の番号。番号が書かれた紙が。 この意味皆さはわかりました。ここの開けられるんだ。こ5番の箱の書かれてる数字を合わせると開きますよと。縦に書かれた数字の5は箱の番号を表し、173は掛か,かっている鍵の暗証番号のようです。お、行きました。たこれでこの中が。お、<laughs> これ。<laughs> ど <laughs> ういうことですね、プチプチ。<laughs> これ,これ自動用電機で、これを買う意味、<laughs> 中に入っていたのは、荷物の梱包などに使用するおなじみのプチプチです。はい でもなぜあえて自販機にしたのでしょうかこれ自販機って言えるこれを作った会社の方にですねお話を聞きました弊社プチプチという名称で登録商標も取得しております直接お客様からも手軽に買える場所があったらというお声もいただいておりましてそれでこちらのプチプチ自販機を設置することになりました 自販機の隣にあったのは川上産業株式会社<ー>プチプチは愛知県生まれこちらの会社の登録商標なんです、えー、らら手軽に買えるようにと2013年に作ったそうで日本に2台しかないと言います <laughs> <これ> <laughs> ちなみにこの長さはというと会社の敷地で広げてみてもまだまだ足りないほど なんと、42メートルもあるそうです、これ、何使う、42メートル <laughs> 代わりに来る方っていうのは、どんな方が多いというか、感じでしょうか、はいはい、お引っ越しで使われるという方もいらっしゃれば、あとは近くの,あの介護施設の方であの、ご老人の手先の運動で、プチプきを潰すために使う <laughs> といったことも伺っておりますやっぱりそこに特化して使われる方っていらっしゃるんですね。<laughs> そうなんです暇つぶしだだっったたりり運動だったり ちなみに名古屋の企業が作った珍しい自動販売機は他にも中区で文具やおもちゃを販売するこちらの会社が設置しているのが粘土の自販機会社を PR するために設置したところ思いのほか反響があったそうです裏にはアルコール除菌シート付きとコロナ禍ならではの工夫も。